ポーツコーチング総合研究所オフィスクラッチの平田と申します。パスワークを中心という提案をしてきたんですけども、実はドリブルワークの重要性も認識しているコーチの一人です。できるだけ長い距離を速く、パワフルにというような練習を今からやりたいと思います。このスリーポイントラインを利用して、かつこのコンタクトバックを利用してのドリブルワークを紹介します。これはアーリーオフェンスのおける突破力につながります。それでは始めてください。はい、それではこの足の運びに注目をしてください。コンタクトバックは中心にいるディフェンスを意識するために置いてます。そして両サイドのコーンはポジションを意味します。アーリーオフェンスにおける45度ポジションを意識するために置かれているコーンです。それでは見本を示してもらいます。中心を意識しましょう。コーンをここを見ましょう。ここを見ましょう。内側を見ましょう。パワフルなミート、そして破壊力のあるワンドリブル、ツーステップという僕は言いますが、ドリブルでいけるこのパワーがアーリーオフェンスの後半に生かせればすごく得点力は上がります。はい、はっきりとミートしましょう。そう、はい、いいよ。ミートをさせましょう。はい、そう。そう、よし、よかった。オッケー、カウントワンショットなのよ、今の。よし、よし、できた。